カラスの巣の変化をぎゅっとまとめて見ていきます。母カラスに次々と困難が訪れます。葉っぱが出ない木と巣の中の黒いカラス、そうです、4月中旬になってくると天気が良い日は暑すぎるようです。パラパラと音がしてきましたね。何の音でしょうか。エンジン音。古いバイクのような音が強くしてきました。巣の向こう側には用水路があります。どうやら水を汲み上げる作業が始まったようです。暑かったり騒音だったり苦労が多いですね。同じ日の夕方見に来ると暑いのも収まって静かになって母カラスも落ち着いたようですね。ヒナが生まれたかなと思うような行動もありますが、確認はできません。引き続き様子を見てみましょう。ここは日当たりが良すぎたり車道があったり農場で作業したり変な人が野鳥観察したりといろいろありますね。カラスにとっては落ち着かない木ですが、移動中や渡り途中の鳥が休憩するのにちょうどいい場所なのかもしれません。朝穏やかでも午後には風がかなり強くなったりします。母カラスには暑すぎるよりはいいかな。これは夕方ですね。多分オスのカラス巣のそばで見守ってますね。条件が良さそうな中州に生えている木の枝に作られたカラスの巣を見てみましょう。やはり子育て中の雰囲気がありますよね。これを拡大スローで見てみるとすごいことになってました。親ガラスの影で見えなかったヒナがかなり大きいようです。すでに羽が生えてるようで色がしっかり黒いし子育て順調なようですね。翌週、ずいぶん緑に包まれる感じになりました。適度な日陰ができて目隠しにもなってきた感じです。親鳥がなかなか帰ってきません。葉っぱが生えてきて温度管理が楽になったからでしょうか。それと卵はどうなったのか、ヒナは無事に帰ったのでしょうか。なんか動いたりしてるようです。でももうちょっとはっきり見えないでしょうか。あ、ヒナです。カラスのヒナが大きく口を開けて動き始めました。赤いのがチューリップのようですね。
親はどうしたのでしょうか。うん、やっと来たようです。多分ですが、餌は反消化したものを与えてるのだと思います。そしてご飯の後は、そうです、ヒナの糞を受け取り捨てに行くのですね。糞はソフトカプセルに入ったような状態で、あまり汚くはないようです。キセキレイやシジュウカラなどの小鳥でもそうです。キセキレイさん、シジュウカラさん、なるべく背の高い三脚を使って少しでも巣の中が見えるように撮影しています。この巣は正直言ってあまり良い条件ではないように思います。ん？うん、あらあら、どうやらヒナが3羽いるようですね。カラスは鉄塔や枯れ木に巣を作ることもありますが、葉っぱが茂らない木では天敵に巣を発見されやすいでしょうね。カラスもそれぞれが良い場所で子育てしたいでしょうから、やはり強いもの早いもの順に場所取りがあると思われます。あまり条件が良くない場所ですが、できればカラスのヒナが無事に巣立つといいなと思っています。農作業の機械の音がします。カラスにとっては騒音公害みたいなものですね。まあカラスも人間のゴミを散らかしたり騒音の元になったりすることもありますけどね。あ、親が帰ってきましたね。カラスの巣の観察、面白かったでしょうか。最後まで見ていただきありがとうございます。